はい、2024年11月6日の動画です。ニュースを見てたんですけど、女児刺殺事件で、無期懲役の判決を受けた方が、なんか他の女児刺殺事件にも関わってたんじゃないかという疑いが出てるそうです。そういうお話をする前に、こちらの概要欄の URL から、支援していただければなと思います。よろしくお願いいたします。でね、まあ、もうね、子供を殺害するというのはそもそもすごく許されないことだと思います。自分より弱いものを殺害するってね、本当にダメだと思う。食べ物にする以外はね、お腹が空いてて。で、まあ、人間食べちゃいけないですよ。で、まあ、そのご家族の方もすごい辛いと思うんですよね。私の身近に、お子さん亡くされた方が何人かいらっしゃるんですけど、まあ、それでもその、病気とか事故とかで亡くなってるのにも、やっぱりすごく心を痛めてらっしゃるんで、人から奪われたとなるともう本当にね、想像できない、筆舌に耐え難い感情があると思います。で、まあ、初犯の時は怪我だから執行猶予がついた。だったかな。でその後に殺害をしてる。で、無期懲役になったって。その後またさらに他の事件の供述も始めてるっていう状態で、もうこれ明らかにまた例によって例のごとく警察の不祥事ですよね。調べるの手抜いてますね。仕事適当にやってます。言われたことしかやらない。はい。自分たちがその、まあ、ね、本当に大事なこと調べない。適当。で、まあね、なんていうのかな。時効があったから、今までは時効が、殺人には時効がなくなったですよね、法律でね。だから、おそらく、再逮捕っていう形になって、また裁判じゃないかな。A という事件について裁判が起きて、その裁判の結果は覆らないんです。これに関しては無期懲役です。でも、その、無期懲役になるような犯行をやっていた人が無期懲役になって、他の犯罪を自供し、それで、立件され、裁判で、裁かれることになれば、またさらに、それを考慮した、刑罰が出ると思います。まあ、死刑になっちゃうんじゃないですかね。はい。ということでね、まあ、このようなニュース、まあね、こういう、弱いものを虐げるような事件がなくなることを祈りながら、今回ものお話を終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。